2016年民進党代表選挙は2016年9月15日に行われた民進党の党代表選挙である。1回目の投票で有効投票に基づくポイント総数の過半数を獲得した連邦が当選した。2016年3月27日に民進党代表に選出された岡田克也の人気満了に伴い実施される民進党代表選挙である。 任期満了に伴う通常選挙であり、党所属国会議員、国政選挙の公認候補予定者、党籍を有する地方自治体議員、党員及びサポーターによる投票が行われる。任期は2019年9月末まで。8月2日の両院議員総会で代表選を9月2日、告示、9月15日投開票の日程で行うことが決定された。なお、 当初は8月25日告示、9月7日投開票とする日程を予定していたが、投票に参加する党員、サポーターの登録作業などに時間がかかるため、当初の予定より1週間ほど遅らせる形となった。民進党は7月10日実施の第24回参議院、議員通常選挙で、いわゆる会見勢力の三分の二議席獲得を阻止できず、岡田代表には、 責任論も出ていた。当初、岡田は代表選への出馬については白紙としていたが、7月30日に不出馬を表明した。これにより、代表の交代が確定した。争点としては、日本共産党、生活の党と山本太郎と仲間たち、社会民主党との野党4東京党のあり方や、憲法改正論議への対応などに加え、 選挙戦後半に急浮上した連邦の二重国籍問題が挙げられる。届け出順週3月5音順9月15日の臨時党大会において国会議員と公認候補予定者による直接投票が行われ、事前に行われた地方自治体議員と党員、サポーターの郵便投票と合わせて集計された結果、連邦候補が1回目の投票で503ポイントを 獲得して、半数を超え、230ポイントの前原候補、116ポイントの玉木候補を下して、新代表に選出された。なお、女性や参議院議員が代表となるのは、前進の民主党時代も含めて、初、野党第一党の党首に女性が就任するのは、土井高子社会党委員長、以来30年ぶりとなる。9月21日の両院議員総会で、 主要人事が承認され、9月26日の常任幹事会で一家の通り報告された。幹事長に野田義彦元首相を起用したことは、民主党ゲ野の先般の起用として反発が起き、代表と幹事長を野田グループで独占するお友達人事との批判も浴びるなどして、連方針執行部の求心力低下を招いた。ありがとうございます。